スーサイドマスターもポンコツ吸血鬼感出てきたな。いよいよ決死にして必死にして万死の吸血鬼デストピアビルトウォーズスーサイドマスターの来日です。マーヤさんの変化していく演技は面白かったけど、口調とかがあなった理由はちょっと強引な感じがしたな。会いに来るの楽しみなんだが。同一個体のはずなのに全然キスショットに見えないアセロラ姫が面白い。なんだかんだ面白いな。スーサイドマスター思った以上に可愛かったな。キービジュアルは横顔なので。キラキラすぎるネーミングセンス。登場人物少ないけどすげー面白い。いい女同士、ここで初めてお前女やったんかってなったけど、最後までわからんかったけど、察しのいい人は気づいてたんかな。原作だと最後のいい女同士、ハードでクールに、で初めて性別が女だとわかる叙述トリックになってたんだけど、アニメじゃさすがに無理だったな。アセロラ姫は吸血鬼になって怪異となったことで人を自死させる能力はなくなったの？それとも今も能力はあるけど、あの喋り方であえて美しくないふりをすることで能力が出るのを抑えてるの？マスター死にすぎ。スーサイドマスターの笑い声がケケケじゃなくてよかった。面白かった。よくこんな話が思いつくもんだな。結構コメディ成分多めで楽しかった。美しい話だったな。なぜかわからないけど涙腺を刺激された。ちゃんと傷の雰囲気出してきたな。自分の美しさのために他者を殺してしまうアセロラ姫、他者のために自分を殺してしまう一般人やスーサイドマスター、最後は殺してしまうが食べて弔うことでバランスを取るキスショットとして生きる道を選び、そのアセロラ姫の願いを叶えるためにこそついに食べると決意するスーサイドマスター。自分と他者の関係性というテナ的テーマで悪魔的性質を持って生まれてしまったアセロラ姫とスーサイドマスターという二人が地獄の無限ループから抜け出し、美しくて恐ろしくて優しい怪異として生きる道を見出したというお話。このシノブの話、今までの話とだいぶ雰囲気違うし、辛気臭い話始まったなと思ってたが、最後まで見たら面白いな。ネーミングが効いてて恥ずかしいが、次回からスーサイドマスターが会いに来る話やったりするのかな。なでこドローの時は YouTube に前は予告動画上がってたけど、今の話になってから上がらなくなったね。スーサイドマスターは自らの眼球をえぐろうとするアセロラ姫を助けたわけだけど、彼女のことを思っての行動なのに、なぜ右手だけ火傷を負ったの？銀の食材を触ったからでは？しもべのトロピカがアセロラの存在を知りながら死なないばかりか、警告さえ出せるのが不思議だった。だからすでにアセロラの虜になってて、マスター裏切るとかあるのかと思った。庭でもう眷属になるとは思わなかった。しかも眷属になった後何の対話もなかったのがちょい寂しい。小読みを眷属にした頃のキスショットの話し方ってまだ不利なの？それとも吸血鬼化して性格も激変したの？振る舞いで美しさから遠ざかればいいという試みが、化け物になったことで成就されたと解釈したが。マスターの命名センスいいよな。キスショットはセロラオリオンハートアンダーブレイドとか、すげえ声に出したくなるわ。アララギさんが何度も連呼するわけだわ。マスターは女の子だったのか。小説だと最後の最後に女って気づいたわ。ロリ化した途端に物語シリーズにやけに収まりが良くなった感のスーさん。っていうかマスターの子供の姿見せたらダメじゃん。あれは今後の物語のサプライズ要素のはず。原作では今回の最後で実はマスターが女だったってわかるだけなのに。どうなんだろうね。そもそも再始動でアニメ化決定した時の公式サイトで二人のロリ化した吸血鬼が描かれていたからね。そこまで秘匿すべき情報とは考えていないんじゃないかな。デストピアビルトウォーズスーサイドマスターのロリ化した姿ってのは、僕としてはこのニューロリコンビでぜひ副音声をやってもらいたいなって思うところだね。大したサプライズでもミスリードでもないから省いたんじゃないか。声優を男性にするわけにもいかんのだろ。配役決まった時点で声バレせにゃならんだろうし。あんなに気に入ってた名前を奪ったおしのとあららぎって極悪人なんじゃないだろうか。ハートアンダーブレードイコールしのぶという言葉遊びだからセーフ。トロピカレスクがマスターの連続なしに業を煮やして原因のアセロラに襲いかかって死んだってのは未読には伝わってるのかな。さすがにそれくらいは伝わってるから心配ご無用。1話目で否定的なこと書いてた人間だが、
ミウアはちゃんと面白かったわ。所詮は後付けだからちょいちょいおかしかったり無理があるところもあるが、なんだかんだで最後締めるべきところは必ずきっちり締めてくるから読後感良いんだよな。長く引っ張るような話じゃないからすっきり庭で終わらしてるし、物語の呼吸ってもんをわきまえ尽くしてる。だからダメな部分もあってもずっと見ちゃうんだろうな。あららぎさんが鏡の世界で出会ったのが美し姫だったのね。スーサイドマスターさんが小さくなった理由がわからなかった。なんか見逃してるのかな。原作だとこの時点で縮んでいたという描写はない。あとあと振り返ってみるとあん時縮んでたわってことになるけど、だとしたら死ぬたびに縮んでくデスちゃんを見てこれやべえわってアセロラ姫もわかんだろ聞かなくてもってなる。デスちゃん自身としては縮んでる自覚はないらしいけど、あと1回でも死んだらもう復活できないかもしれないって感じるくらい消耗していて、それが縮んだ理由、トロピカレスクがマスターの命令を無視してアセロラ姫を殺しに行った理由でもある。怪異殺しの怪異の王の形質はその祖である怪異とも呼べる美しき姫殺しの吸血鬼から受け継いだ結果とも言えるのか、スーサイドマスターの年齢変化を最後に持ってきたのは映像化ならではのファンサ演出かな。トロピカレスクはアセロラ姫に向けた殺意が跳ね返るようにして死んだからアセロラ姫に殺されたとも言えるけど、スーサイドマスターはアセロラ姫に特攻するしかないところまで、奴を追い込んだのは俺様だから俺様が殺したのだというロジックを用いたんやね。そこまではまあ普通にわかると思うけど、なぜスーサイドマスターがそこにこだわったかはアニメだとわかりにくいね。マスターに殺されることで殺した相手は食うというルールによりマスターの上を癒すのがトロピカレスクの望みだったからやね。はじめは従順だったトロピカレスクがマスターに殺されるために反抗的な態度を取るようになっていくんだけど、わかりにくいね。ありがとう。アニメでは全然わからなかった。トロピカの内面が出なかったからね。それまでアセロラに耐えられたのは忠義心の高さだったのかな。トロピカくんそんないいやつだったのか。最初に出てた時は私めを食べてもらおうととか言ってたから、後でアセロラ姫に会うとバラバラになって死ぬぞと忠告されてたな。個人的な感想、ここまで動画を見てくださってありがとうございます。第8話アセロラボナペティその2の皆さんの反応でした。アセロラ姫改めキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード誕生の瞬間でしたね。結局食べることができずに死を繰り返し続けるスーサイドマスターがどの局面でもクールに装いつつ慌てている感じがしてすごく面白かったです。ここで喋り方が強制されてしのぶちゃんあんな喋り方になっちゃったんですね。スーサイドマスターが600年ぶりに会いに行こうと言っていましたので、次回日本に来るんでしょうか。今のキスショットを見てどんなリアクション取るのか楽しみですね。このチャンネルではアニメに関するネットの皆さんの反応をまとめて動画にしています。面白かったと思ったらグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よかったらコメントもたくさん書いていってくださいね。では今日はこの辺りで、また次回の動画でお会いしましょう。